前線の影響による大雨で、県内では6つの市とに大雨警戒レベル4の避難指示が出ています。砂災害や河川の氾濫などに厳重な警戒が必ずです。県内は11日の降り始めから13日午前11時まで雨量が日田市椿が花で 430.5 ミリ、日田市三本松で324リなどとなっています。引き続き大雨となる例があり、14日正午までの24時間雨量は西部で250ミリなどと予想されています。現在も別府市や日田市などに土砂災害警戒情報が、大雨洪水警報、県の西部全域と中部と北部の一部地域に、大警報が豊後大野市、国東市、姫島村に出されてます。この雨で大雨警戒レベル4の避難指示が、布市、玖珠町、九十町の全域と日田市や中津市、白市の一部、合わせて 39,085 世帯、86,433 人に出されてます。避難者は、すごかった。ちょっとの間に泥水が来た。怖かった。この雨の影響で、道や県道など県内42カ所で、全面通行止めや片交互通行となっています。交通機関の影響で JR では、久志台本線の日田と湯布院の間が終日、見合わせとなっています。豊肥本線は、特急列が終日、運休です。大分自動車道は、日田と湯布の間が通行止めとなっています。高速バスは、岡と長崎を結ぶ便に運休が出ています。県内は14日にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。15日も前線の影響で大雨となりやすい状況は続く見込みです。大分地方気象台は、土砂災害や低土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒呼びかけています。